とりあえず鍾乳洞にね行くということで、楽しみっすね。いろいろ感じてこようよ、パワーをね、パワーを、うん、そこで得たものを元に、はい、大晦日、まあ、大川くんをボコしたいと思いますんで大事なのでやるって今のちょっと振りでしょ、ちょっとした、うん、まあね、大晦日やりますでしょ、大川くん。どういうことだから、だから萩原だ、そうよ、今の何を言うのか、もう一回行く、待て待て待て、コンフェッション見たばかりで、ちょっと無理無理無理、もう一回行く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 、どうぞ届いて、行くよ、じゃ無理無理無理、まあ、とりあえずさ、うん、大晦日、うん、行こうよ。あー、え、誰とか決まってないけどね、まだ大したいんだよね、ちょっとやんないよ、だからなんでそこでやらんとダメやん、そこやらんといかんか、そこやらんといかんとこだったか、まあ、いいや。なんで聞こえなかった？あ、まあスマッシュブラザーズ、うん、まあ朝倉の兄貴、次の対戦相手おるでしょ。どういうこと？スマブラやりたいってこと？まあスマブラでマウント取って肘でボッコボコにしてやりたいと思います。以上です。雨の夕遊園地、傘もささないで、あの時に乗ったメリー